You're listening to Shibuya Cross FM。 狼少年の君こそスターだ、イエイ。皆さんどうもこんにちは、狼少年浜口です。科学と森田くんです。お願いします。お願いします。今週は片岡さんが休み。はい、そうですね。らしいけど、なんかさ、はい、LINE で来てたじゃん。あ、来てました。はい、来週も休むの？来週もです。ここ、はい、この2週間お休みみたいです。まあ別にそれはいいんだけどさ、はい、あの今週片岡な、なんだっけ、大阪、来週片岡焼津、あ、多分今週が焼津で、来週が大阪、うんうん、って書いててさ、はい、場所は知らんって言う。場所はどう、どうでもいいんだ。そうですね。たぶん片岡さんに何にも仕事だよっていうこと、何にも聞いてません、場所のことは。はい、はい、な、何来られたの。そうですね、確かに。そんな場所の報告させられても、はい、僕も思いましたけど、はい、たぶん一応仕事だよっていうことを多分、うん、伝えなかったんだと思います。かたくなに仕事のことは言わないんで。そうですね、仕事の詳細は言わないです。その場所は、うん、まあ、今までは、ね、うん、場所すら教えてくれなかったですから、うん、ちょっと今回場所は教えてくれたという。次あれじゃないの、じゃあ片岡上着パーカーとか服装装いまで。そう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 、なんか全然関係ない情報をのけてくるのかなと思って。そうです、それ怖、それマジ困りますね。ということでね、はい、今週は森健と楽しくお送りしますんでね、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。今日ぐらいからゴールデンウィーク。あ、そうですね、明日から結構長い人は長いんですかね、うん、1、2あたりとかを休日にしてしまえば、もう今日がパラダイスか、はい、今日も。あ、そうですね、よっしゃ明日からみたいなテンションの日じゃないですか、今日が。なんだっけ、花金じゃねえや、なんつうの、プレミアムフライデー。あ、プレミアムフライデー、はいはいはい、うん、あの日本で流行ってるプレミアムフライデー、はい、流行ってない、全然流行ってないです。そっか、いいな、関係ある、ゴールデンウィーク。関係ないっすよね、はい、関係ないか、全く関係ないっすね、はい、もう俺も関係ないな、はい、うん、通常運転もいいとこっすよ。いや今日ちょっとさ、はい、ギリギリになっちゃったじゃん、来るのが。ああ、そうですね、はい、30秒前に入られましたからね。そうなんだ、ずーっと、はい、白バイと並走しててさ。え、うん、なんすかそれ、ね、狙われてたんですか。いや明治通りや、はい、お互い行く場所がこっちで同じだったんですね、ずっと並走しててさ、はいはい、まあいつも、はい、ここ行けっかなっていうところを自粛するわけじゃん、はい、なんか言われたら嫌だな。まあそうですね、はい、ここちょっと入って、はい、いつもよりも別に普段も、うん、その交通規則とか守ってるけど、そういつもよりもちょっと、うん、そのだいぶ手前で、うん、その制するってことですよね、うん、はい、携帯をなんかバイクに引っ掛けてるんだけどさ、あ、はいはい、これをさ触るとなんか、あ、来るかな、はい、マップとか、うん、うーって来るんじゃないか。俺のバイク止まってくださいとか来んのかなとかさ、それシャレにならないですもんね、はい、なんかずっと、はい、あれだわ、姿勢もなんか、はい、こうよだらんとせずに、はい、スッと乗ってきた。まあそれで若干姿勢の分ギリギリになっちゃったっていう。、はい、そうですね。でも警察とかさ、街で見たらさ、はいはい、そうならない、なんかちょっとなんか何にもしてないのに、うん、ちょっと襟を正すじゃないですけどなっちゃいますね。そうだよね、はい、ピキッとこうちょっと緊張は走りますね。うん、なんだろうな、うん、ちくしょう、悔しいな。うん、確かにそのなんか職質っていうのが、うん、なんともなくてもその受けるときあるじゃないですか。うん、やっぱそのでそれ別にやましいことないから、うん、当然カバン開けてくださいって開けるし、うん、そもそもそれの行為自体が面倒いじゃないですか、うん、でも、うん、だからやっぱりここ何回か経験あるんですけど、職質されたこと。職質？はい。あ、そう、でそれがすっごい、しかもその時、うん、目黒かなんかに住んでたんですけど、うん、もうなんか同じ人
同じ警官さんに、はいはい、こういうこの前話しましたよねみたいな、あその地域をぐるぐるしてるから、はい、もうぐるぐるしてるから、うん、でもやっぱり2回目もちゃんとやらなきゃいけなくてとかそういう面倒なことがあったんで、うん、そう なんで職質されるんだ。その時僕ロン毛だったんですよ。あロン毛時代がロン毛時代があって、うん、で結構本当にこの胸ぐらいまで長いロン毛だったんで、昔の長渕剛だはいはいはい、うん、だったら多分怪しく見えたんだろうなっていうのがあるんですけ どだから、うん、その少しでも怪しさをこう紛らすために、うんうん、普段猫背なんですけど、うん、やっぱ猫背でこう歩いてたら怪しく見えるじゃないですか、うん、目線を隠してるみたいな、うん、だからもうこう胸張って。白衣は着てなかった？白衣は着てないです。着てない、うん、白衣着てたら余計に職質くらいます、うん、もう帽子もちょっと上に上げて、うん、マスクもちょっと外して、うん、怪しくないですよアピールをしながら歩くっていう癖はついてます、当時。やっぱロン毛とかだと来るんだ。来ますね、はい。俺びっくりしました。ほぼないな。あ、そうですか。もう経験一回もないですか。その自転車を調べさせての流れとかはあるけど。あ、はいはいはい。登録番号が単独で歩いててとかはゼロかもしれない。あ、そうですか。多分フェイスがそういうフェイスなんだろうね。風邸怪しくないっていう風邸が、はい、もう職質される人はもう週何回もやられるんでしょ。あ、みたいですね、はい、うん、もう風邸で見ますから、はい、うん、あの TikTok とかであの人知ってる、あの薬物はやめろ薬物はやめろって歌ってる人、はい、あの金色の車乗ってんだけど、はいはいはい、TikToker だか YouTuber の人がいるんだ、はいはいはい、ラッパーのね。あ、ラッパーなんすね。うん、前なんか見たんだけどね、はいはいはい、あ、薬物はやめろの人だと。あ、その人がよくね、職質のね動画を上げててね。あ、そうなんすか。うん、あ、YouTuber の何々さんねみたいな。あ、もう知ってんすね。そう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 。あ、うん、とかなんかそんな感じだったよね。まあ、でも知っててもちゃんと見るとこは見るんですよね、カバンの中とか。うん、あ、なんか知らない後輩がチェックしてて、あ、上司が来て、ああ、あなたね、ああ、大丈夫みたいな感じ。ああ、なるほどなるほど。そう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 。でもあるんですね。いっぱい上がってない今、あの職質動画。そうなんですか。僕のところに回ってこないです。俺が見ちゃってんだから。そうです。見ちゃってるから、アルゴリズムで。こいつ職質好きだっていうのでバンバン職質動画出されてるんですよ。だいたいあれだよね、言うこと決まってるよね、あの、はい、なんだよとか、まあ威圧的に、あ、はい、客じゃねえかなんか、はい、行って、はい、カメラ撮って、カメラ撮るのやめてください、あ、はい、今職務中なんであなたに肖像権ありませんみたいなさことを言うの、撮る側はね。あ、マジっすか。うん、しいな、だいたいね、はい、ちょっとした法をかざすよね。ああ、そうなんですか、はい、調べられる側も。ああ、はいはいはい、はい、で、あの免許証を提示してください、はいはい、それは任意ですか強制ですかって聞いて、はい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 、まあ任意です、じゃあ断ります、だから、あの、任意だからお願いしてるわけですよ、はい、だから断ります、はい、車の中勝手に調べてください、だけど断ります、はい、まあ車の中調べてってことはいいってこと、いや知らねえけど勝手に調べろよ、だけど断るよそれじゃあね、断るってなってるから、はい、なんだよ強制なのかよこれいや強制じゃないけど、だからこうやってお願いしてるんでしょ、はい、ずっとその繰り返しまあ大変だなと思って、おまわりさんも大変っすね、うん、なんでそんなにおまわりさんに立てつきたいんですか、まあ、回るからか数字がまあでも気持ちを分からなくはないの、俺がさ、はい、なんか原付乗ってる時代、はい、なんか40キロぐらいで走っ
ってたら捕まったりだとか、はあ、まあ30キロ以上ダメなんだけど、ああそうですね、はい、うん、なんか白バイ見てさ下げるのも変じゃん、うん、ああはい、男として、男として、白バイ、はい、ツーってそのまま通り過ぎたら、はい、うーって、いやそれそうでしょ、おいマッドマクトマラさん、はい、アスペドーマラさんって言われて、はい、なんか分かんないけど、はい、あれな、大体あれなんかしたっていう、はい、イメージなの、なんかしてるんだけどね俺が、あーはい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 、だから な、はい、なんか腑に落ちないというか、はい、そういう感情はあるっちゃった、あー、その自分では悪いことしてるつもりがないからこそ、うん、なんでそんなことを言われなきゃいけないんだみたいな、まあ俺が悪いんだけどじゃあいいじゃないですかおかしいですよ、なんかどっか腑に落ちないようなまあそうなんですよね、 いざ自分が言われると、うん、ちょっとまあ怖かったりもするから防衛反応でちょっとこうって思っちゃうのはまあ仕方ないとは思うんですけど、そうなんだよ、そういうお巡りさんの日々のそういうのが積み重なって、うん、平和があるわけですから、ね、そうなんだよ、はい、ありがたいね、そのなんか立てつくような動画もね、なんかそんなに上げないであげてよとは思いますけどね、うん、本当に悪いことしてるね、なんか凶悪を暴くみたいなのはまあいいかもしれないですけど、うん、そうね、はい、まあこの辺の話はちょっと危ういから危ういこれぐらいにしとく、そうです、はい、森健何の動画出てくる TikTok で、 TikTok TikTok はそんなに見ないんですけど、職質と一時期あのテレビの切り抜きはよう上がってきました、ね、まあ完全な違法アップロードなんですけど、そのよく出てくるのが水曜日のダウンタウンの、俺も出てくる、はい、もうコーナーは丸々このパート1から8ぐらいまでに分けてとか、うんうん、それ系はよく回ってきましたけどね、うん、まあ見てないけどね、もちろん見てない、うん、その違法なんか、違法だから、もうすぐスワイプですよ、はい、なんで1から8まであるのか知ってるのか分かんないですけど、はい、うん、でもTikTok を僕あんまり見なくて、インスタなんですよね、のリールの方がよく見てて、うん、あ、そうなんだ、はい、で、まずあの、もう Excel とか PowerPo の使い方、はい、ああなるほどね、それ専用のアカウントがあって、うん、でもそういうのばっかりこう回ってくる、あ、こういう風に、ああ計算式立てれるんだとか、あ、パワポでこういう風にできるんだとか、うん、まず勉強用アカウントがあって、うん、でもう一つはなんか、まあ、実験ですよね、実験動画が回ってくるようにしてるやつもあります、あーなるほどね、紙飛行機こうやって折ったら、あ、一周するんだみたいなとか、うん、そんなのとかは、うん、よく見るで言うとその辺ですね、あー、インスタね、はい、インスタはね、はい、TOKIO の永瀬さんが出てくるね、え、なんでですか、なんかで見たんだよ、ああはいはいはい、かっこいいねやっぱあの人ね、そうですね、はい、うん、あのすごいロン毛なんだよ今今、そうですね、ヒゲも武将な感じで結構蓄えてて、はい、ああなりたかったんだなって思うああわかりますね、うん、なんかちょっと前ですけどタイヤ食ってませんでした、ああ長瀬と、ああそれ知らない、なんかタイヤ食ってたんですよ本物のはいはい、ちょっと多分タイヤの破片みたいな感じですけど多分、うん、タイヤ食ってるよと思ってすごいな、もうレーサーみたいな感じなのあの人、多分そうじゃないですか、バイクが好きなのか車が好きなのか分かんないですけど、うんそうね、あと何が流れてくるかなあ、でもそのあれっすよ、僕が見てるやつでそのさっきちょっと紙飛行機がどうとかって言いましたけど、うん、そういうなんか子供が喜ぶ工作みたいなのをよくあげる人いるんで、あきらくんがもうちょっと大きくなったらおすすめかもしれないです、ね、こういうほんとちょっとした紙コップとかでおもちゃが作れるんですよ、あ、なるほどだからそういうのはいいかもしれないです、あれ飼育にもなるし、あれ知ってる、はい、T 先生、あー知ってます、存在は知ってます、子育て、はい、な、何なんだろう、
何なんですか、まあ、保育士さんの延長みたいな人ですよね、うん、T 先生の動画とか、はい、あ、はい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 、うん、たまに見てるね。あ、いいですか T 先生。うん、なんかあの人の理論は、はい、なんか親を落ち着かせるっていう、はい、物言いな感じがするのよ。ここで感情的になっちゃダメですよ。あ、なるほど、はいはい、だからね、見るとね、ちょっと落ち着くの。あ、へえ。ちょっとうちの子がね、なんかまあ誰でも通るあれなんだけど、はい、物を投げるっていう時期に入ってさ、はいはいはい、ありますね。あの机のものをダーッと落とすとか。あ、はい、ありますありますあります。だからさ、一応しつけとしてさ、はい、言わないといけないじゃん。あ、はい、そうですね、はい、だからダメだよって、あの手を持って、これ落としたらあのアキラの友達にも当たっちゃう可能性もあるし、投げたりするのダメだよって言うんだけど、すごい笑ってるの、それ。あ、そうなんですか。親がリアクションしてくれたっていう認識になるんだって。あ、はい、あ、うん、なるほど。あ、これをやったらこういう楽しいイベントがあるんだってなるから、はい、もうやんない、もうやんない、一応返事をする、はい、うんうんうん、絶対やっちゃダメだよ、うん、ドラーンってマジでドリフのコントみたいなってまたやると、はい、笑ってんだよ。あ、そうですよね、多分そうなんだ。反応が欲しくてとにかくやっちゃうんですよね。だ、しつけとはどうしたらいいんだろうと思って、あ、はい、でその T 先生のやつを見たら、はい、なんだっけな、 その反応してくれたことに喜んじゃうと、やっぱりこのままね、はい、だからもっと楽しいものを用意してやればいいっていう考え方。はいはいはい。だからなんだろうな、なんかをした時に、うん、より褒めるとか、はい、おお、なんかそっちの方が、はい、あの嬉しいから子供は。あ、はい、だそっちに目を向けさせた方がいいみたいなこと言ってたね。お、へえ、より、うん、より良い、より、うん、より安全、より楽しい、うん、く方に導くと。怒っても意味ないことは言ってたけど。あ、分かんないよね、でもね、それもね。まあそうですね。全部の子供がさ、同じ教育でさ、あ、はい、真っ当に育つか分かんないもんね。そうですね、はい、そいつにとってはあのブチ切れた方がいい、あ、はい、効果がある、はい、って子もいるだろうけど。そうですね、はい、まあ分かんないよね、はい、うん、確かに、はい、まあ、昔はでももっとパチーン叩かれて痛いっす、うん、そうね、痛いからやんないっていう。まあもうそれは世に出ないだろうね、はい。僕はね、パチンって叩いてますよっていう YouTuber は出ないだろうね。出ないですね。もう倫理的に、はい、あれですから今ちょっと、はい、そういうのは炎上、簡単に炎上しちゃいますよ、ね、闇に紛れるだけだから、ね、なんか何年も前ですけど、うん、高嶋ちさ子さん、バイオリニストの、うん、がその息子が、息子さんかな、うん、約束を破ったからそのゲーム機を掃除機でパンパンパン打ち壊してやったよっていうのが、うん、まあ、大炎上したわけですけど、それはね、人んちだからね、はい、うん、でちゃんと一応約束を、その約束を知ってた上でやっていることだから、うん、別に本当は、本当はっていうか、その冷静な大人たちは仕方ないという、うん、仕方ないというか、しつけの一環だよねですとかって思うんですけど、うん、やっぱ一部の過激派がそうね、虐待だみたいな、うん、もうそういうこともう喋んない方がいいねそうですね、うん、尻込みする。俺ももう何も喋んないでも一応怒らないようにしようとは思ってるけどね。あ、そうなんですか。うん、うん、まあ、でもさっきみたいにその理由をちゃんと説明するのはいいって言いますよね。そうそうそう、な、何度も他の YouTuber の人見たら、はい、ママさん YouTuber みたいな、つどつど、はい、そうやって言うのもありなんだって。あ、これはダメだよっていう
こうだからダメだ、うん、ただダメだよだと何のこっちゃ分からないからちゃんと理由を説明してあげるってことですよね。そう、はい、あと関西のおばちゃん YouTuber は、はい、ええー、ことやん、ええー、ことやん、成長の証、物投げるの成長の証やでっつって褒めたらな、褒めたらなみたいな、はい、なんかそんな感じ。ああ、そう、あ、そういう人もいるんですよね。ない、その人は、はい、あの常にポジティブにいけっていう主張、はい、悩んでたらあかんみたいな、はい、通ること通ること、ああ、なるほど、そう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 、まあでもそういうのも、まあ、うん、そのやり方違いますけど方向性としては親、ご両親をこう落ち着かせるということで言えば一緒ですよね。まあ親が見るもんね、はい、うん、というね、はい、ものに頼ってます。いや、いいと思います。情報はたくさんあった方がいいですからね、うん、はい、歌いきます。あ、はい、いきましょう。今日はみっこで潮風のリズム。風取った日を朝日とともに波のリズム次のコーナー何ですか？お題で出るんですよ。
はい、俺言うの。このコーナーはみんなで持ち寄ったお題をランダムに引いてそれについて喋るというコーナーです。はい、今ちょっとたくさんお題ございます。もう一件いいよ。いいですか今日は。あざっす。じゃあ真ん中からでこれですね、はい、おお。国を変えれる権力を持ったとしたら何を変える。あーもう今変えたやつですね。あーなるほどですね。あーでも僕はもう一個というか、はい、パッと思いつきましたね。何ですか。教育にかかるお金、はいはい、無償化。あー全て維新と同じじゃないですか。あーでもそうですね、はい、はい、そこに関してはそうなればいいなと思ってます。なるほどね。回り回って多分そしたら、うん、その子供を産もうっていう機運も高まる。子供を産むことに対するハードルが当然下がりますんで、うん、人口が増える、国力上がる、うん、っていうまあ簡単なロジックなんですけど、うん、絶対そうしてほしいじゃないですか。なんかさ、はい、いいことポイントみたいなのたまんないから、いいことしたら、はい、ポイントがたまる。それは欲しいですよ、はい、どういうポイント、そのポイントは何に使えるポイントなの。例えば10ポイントたまったら、はい、お米5キロとか。おお、はい、20ポイントで、はい、電化製品とかさ、はいはいはい、なんか楽しくないですか。楽しいです。うん、いいことっていうのは具体的に、うん、なんだ。あ、まあ、はい、電車の席譲るとかさ、あ、はい、ゴミを拾うとかさ、はい、わ、いい、国を良くすること、はい、うん、それなんかねポイント貯まればさ、はい、いいなって思う。確かに、はい、うん、そうですね、はい、それを全部こう見透かしてくれる、うん、こう存在が必要なわけですよね。マイナンバーカードが見ててさ、はい、分かんないけど、そう、マジで中国みたいな話、はい、これは1ポイントあげますっつって河野さんが。あ、河野さん1ポイントあげますよ、はいはい、デジタル庁、はい、そうで、たまやっぱね人間ってね、はい、褒められたいんだよ。あー、はいはい、はい、みんな褒められたいの、はい、うん。確かこれ都市伝説なのかな、うん、中国って、うん、まあ、いいことポイントじゃなくて多分、うん、こう減点方式で、そうそう、ね、悪いのが残るんでしょ、うん、見られてそのポイント制じゃないですけど、うん、みたいな感じなんですよ、ね、なるんですよね、そういう風に。もうなってんじゃない、もうめちゃくちゃカメラあるから、はい、あ、そうですよね、はい、そうそうそう、展望でしょ、なんですよね、なんか、はい、天安門事件？え？あ、天安門、なんかそのシステム、監視システムのことなんか感じで言うんですよ、はい、あるんだよ、だから、はい、ね、マイナスよりさ、プラスの3かなんかね。そうですね、はい、その方がみんないいことしようってなるし、うん、ポイントがつくんだったらなんかハッピーになりますよね。うん、確かに。なんか みんなができること、はい、子育て支援とかなるとさ、はい、まあそれはそれでいいんだけどさ、はい、なんだ、あの老人の人がさ、はい、俺関係ないじゃないかってなるケースもあるじゃん。はい、あ、そうですね、はい、そうやって言う人もいますね。うん、みんながみんなさ、はい、なビビったるもんでいいんだよ、はい、うん、あの1ポイントでなんだうまい棒とか分かんないけど、はい、人参欲しいよね。まあそうですね、はい、確かに、うん、まあそうですね、それは、はい、トイレットペーパーとかさ、はい、うん、それやりだしたら多分ポイントを稼がせる会社みたいにできるんでしょうね、うん、ああできそうだね。ちょっとこれからうん、あなたの前にご老人を派遣するので、うんうん、席を譲ってあげてください、斡旋業みたいな。そうか、はい、そうなっちゃうな
ちょっと四義も奇妙な物語みたいな。偽りポイントみたいな。はい。やらせポイントね。やらせポイントみたいな。うわあ。そっか。秘密でやってほしいねじゃん。まあそうですね。はい、全てを監視する人間がいて。急に米が送られてくると。ああ、はい、ああ。あなたはポイントが貯まりましたみたいな。あ、でもそれは世間に広まっちゃうか。まあいずれそうですね。はい。公害したらもらえなくなるとか、はい、ああはいはいはい、まあまあそうですねそうねとかなんか分かんないけど、まあ本当はもっといろいろ言いたことあるけどこの辺にしとこう。いやちょっと怖いですか、うん、はい、次行こうかね。あ、はい結構ありますね。はい、一番端っこ、はい、僕の字のやつ、はい、含み持たすね。丸々したい芸能人多すぎ。ああ、はい、何これ。これそのそれこそ LINE ニュースとか、うん、Yahoo ニュースとかで、はい、そのもう何々したい芸能人多すぎ、なんかすげえランキング付けするんですよ。どういうこと。あのまあこれ代表的なんで言えば、うん、その彼氏にしたい俳優とか、そういうこと、まあ、その昔はキムタクとか福山さんが、うん、こう常連だったやつあるじゃない。恋人にしたい女優ランキングとか、うんうん、そんな、まあそれぐらいはまあまだなんかエンタメの範囲で良かったんですけど、うん、その例えば回転寿司に行きたい芸能人ランキングとか、そんなん出る。そんなんあるんですよ。その一緒にってこと。一緒に、はい、もうで大体決まってその辺のランキングに出てくるのは、うん、橋本環奈さん、広瀬すずさん、長野芽郁さん、浜辺美波さんとか、もう決まってんすよ、うん、もうエロ目的じゃん。エロ目的じゃないまあでも可愛い子と一緒に行きたいっていうまあことなんでしょうけど、だもうランクインする芸能人決まってんだから。鳥羽一郎とか出てこない。鳥羽一郎絶対出てこないです。海のうまいの海のやぶ知ってそうじゃん。そういやいや、そだからっつって楽しかないですから。ああそう、だからもう いやそんなランキングやんなくていいじゃんってことです。なるほどね、はい、だって分かりきってるんですよ。はいはいはい。30代男性聞いたってなったら、うん、新垣結衣さん、綾瀬はるかさん、長澤まさみさんとかなるわけですよ。ああ、もう分かってきってんすよ。もうエロ目的じゃない。エロ目的じゃないです、うん、まあでも可愛い子と一緒に行きたいという、うん、ことなんですけど、いやもうその、うん、男性で言ったら、うん、例えば目黒蓮くんとか、うん、津田将暉さんとか決まってくるわけですよ、うん、だからもう、うん、やんなくていいじゃん、その、うんニュース、そのニュースいるっていう。ああ、俺よく見るのはあれだな、はい、何々ランキングで、はい、1位、うん、1位は意外にも、まあ例えばドラゴンボールの好きなキャラクターランキング、はいはいはい、2位は悟空、1位は、はい、みたいな、なんかよく出てくるわ、はいはい、うん、なんだろう、俺が見てんのかなそれ。あ、まあ、いや僕もそういうの見ますよ、くよくニュースで回ってきます。でも大体で見ると、うん、分かりきってるキャラが1位なんですよね。そうね、予想通りの1位っていう、うん、いやそれはそうだろうっていう、うん、意外じゃないんですよね答えが。あ、よくあれもあんな、有名ミュージシャン大麻所持とか。ああ、はいはいはい、っていうニュースを見ると、はい、全然知らない人有名ミュージシャンっていう、はい、あ、そうですね、名前の方が、はい、タイトルの方が引きがある。名前が売れてない人は有名ミュージシャンに置き換わって、うん、名前がある人は、うん、バンって名前出ますもんね。そう、はい、大谷のホームランと一緒だな。あ、はい、うん、いきなり大谷ホームラン、うん、あ、はい、っていうニュースがバンってくる。はい、でホームラン打ってないときは果たして
はい、大谷選手ホームラン打ってるでしょうか、はい、もう今日は打ってねえんだみたいになる。その振り方で分かっちゃ う, そ う, そ う, そうホームランの時は第何号が出ましたって言うからさ。そうですね、はい、うん、まあ、結果から教えてくれますよね。そうなんだね。なるほどね、はい、これは何、俺は何を、なんかそのこれもうそのニュースええわみたいな、まあ、先ほどだからおっしゃっていただいたようなことなんですけど、もうさ、なんか携帯とかさ、はい、人に見せられないね、なんかね。そうですか、いろんな趣味思考がさ、はい、AI によってさあ、はい、はい、そうニュースにしてもさ、はい、お前これ見とるんやのっていうのがさ、はい、でなんか CM もさ、はい、出てくるじゃん、はい、そうです、ね、なんかね、よく言うよね、はい、あのそれを消すためになんか壺を焼いてる動画をわざと見るとかさ、あ、はい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 、もうそれ本末転倒というかさ、エロと一番遠いものを見なきゃいけないそうそうそう、わかる、めっちゃわかる。 YouTube とかももう人になんか渡すのとか嫌だもんね。そう、ホーム画面を見たらその人の趣味しか分かっちゃいますもんね。そうなんだ、あれなんかできるんだっけ。いや、昔もっと簡単にできたよね、あの解除方法とか。ああ、そうですね、なんか、うん、僕よくあるのがその YouTube を、うん、自分のその趣味思考だけじゃなくて、うん、仕事でリサーチしなきゃいけなくて、うん、見なきゃいけない、うん、とかって あるじゃないですか、うん、例えばその作家やっとして来た仕事に対して、うん、誰々さんについて調べなきゃいけないからその人について調べてる、うん、そうするとでも YouTube としては仕事で調べてるなんて知らないから、うん、こいつこの人が好きなんだでボンボン出してくるんですけど、あ、もう終わったからその仕事、うん、っていうのがあるんで、その検索の時だけ違うモードにしたいっていうのはあります、うん、その好きなやつは別にアルゴリズム乗っかっていいんですけど、うんうん、完全に関係ないことに関しては、うん、でも一応なんかパソコンとかだと、うん、履歴とかを残さないシークレットモードっていうのがブラウザによってはあるんで、うん、それでやると全くその乗っかってこないというか、うん、っていうのはあるんですけど結局めんどいんで、うん、いつものやつで調べちゃう、うん、っていう。パソコンとかもね触らせたくないもんね。はい、そうですね、うん、はい、確かに確かに。なんだろうな、便利になって不便になるみたいなことなのかな。いや、そうっすね。いや、その、うん、だからアマゾンでの買い物ももうそうっすよね。その欲しいくて探してるものだったらいいんですけど、やっぱそれこそリサーチで調べてたものがお前こんな好きなんやろで、ね、他のサイトとかでも広告でそれ系が増えたりとか、うん、YouTube の広告で急に YouTube では見てないのに、うん、YouTube の広告でアマゾンで調べてたものの関連広告が出てくると、うん、いやいやもうこれはいいんだってっていう。あ、なんかそれこそ確定申告行ったって言ったじゃん、はい、その時自分のスマホでやるのよ、はいはいはい、で結構その付き添ってくれた人に、はい、あの税務署のね、ここはどうやってやったらいいですか、ちょっと貸してもらっていいですかって言って、はい、渡すケースがある。あります、あります。大丈夫かな、なんか変なエロいのとか出てもらえる。はい、なんかちょっと慣れてないからさ、はい、そのなんだ、各ページが出ちゃう、開いてるページがさ一覧で出ちゃう、あ、株で一覧が、はいはい、出ちゃう時ありますね、はい、なんかちっちゃくさ、はい、なんか女子のさエロそうな、はい、感じの写真が、はい、水着のとか、はい、写っててさ、はい、で何回も貸すために1回 それになるんで、あ、おお、はいはい、うわ、なんかもう嫌だなと思って、だけど後々確認してみたら、はい、あの銀行のただの女の人の写真だったんだよ。ああ、はいはいはい、銀行のサイトを開いてたから、はい、ああいうのもさ、ね、
なんだろう、うん、人に貸し税務署の人に貸してなんか写真とか開いたりさ、はいはいはい、なるじゃん。はい、なります。あれ、どうにかならないかね急に誰ですかそれ。やだね、あれねどうにかならないかね。誰なんですか。タモリさん。タモリさんだ、うん、いや、確かに、うん、いや、その貸すモードみたいなのあったりですね。人に貸すモードみたいなボタン一つ。ああ、そうね、はい、人に貸す、これは人に貸せるやつですみたいな。ああね、はい、もうさらになるみたいな、はい、ね、人にね、ちょっと電話貸してとか貸したくても貸せなくなってきてるね。いやー、そうっすね、はい、いや、うん、めっちゃわかります。めっちゃわかります。なんだ AI AI 時代。そうですね、はい、うん、AI 時代した監視社会ですね、はい、どっちも行きますか。はい、よいしょ。じゃあ、まあ、これ行きますか。ん、あ、英語興味あるというお題ですね。これは片岡さんですね。うん、浜さん、俺の字っぽいくらい。ああ、英語さ、はい、喋れる。喋れないっす。喋れない、はい。聞くのは、聞くのはもっと無理っす。あ、そうなの。はい、もうそのなんか、うん、映画とか、うん、字幕映画とか見てるときに、うん、まあちょっとふとした瞬間ちょっと試してみようと思うんですけど、うん、わかんないっす。聞き取れないっす。わかんないけどさ、はい、俺、あれなんだよ、はい、また警察の話になっちゃう。あのアメリカの警察がカーチェイスで捕まえて、はいはいはい、車から出てこいっていうずっとやり取りをしてる動画があんのよ、はい、その時ずっと英語なんだけど、はい、あれさ、わかりやすいじゃん。あ、はいはい、Don't move! Don't move! とかさ、はいはい、Freeze! とか、はい、そうそう、はいはい、あれ聞いてるとさ、はい、俺、英語わかんじゃんって気になんのよ。はいはい、ああ、わかるわかる、うん、聞き取れたら嬉しいですよね。なんか知んないけど、一応字幕とさ、英語が出てさ、はいはい、俺は車から出たくないみたいなのも、はいはい、今忘れちゃったけど、はい、英語で聞いても分かるのよ。ああ、はい、うん、だから俺、あ、なんか聞く力、聞く力、聞く力を、いずれにせよ聞く力大事に思っております。岸田総理はいいですそう、聞く力がさ身についたんじゃないかなと。おお、急にですか。分かんないけど、はい、なんかそういうさ、はい、動画をいっぱい見てるとさ、英語が出てくるケースって多いじゃん、はい、あ、多いです。昔より耳にする、はい、確かに時間は増えたと思う、はい、だからね、聞く力がね、聞く力いいっすね。いずれせよそうじゃありません。ちょっと聞く力ない人、聞く力がついてきたかなって思ったんだ。あ、で、はい、多分それで俺書いたと思う、はい、あ、なんかもうちょっと、はい、単語とか分かるの増やしていけば普通に聞くぐらいはいけるんじゃないかなとか。あ、はい、あ、でもそれはあると思います。その知ってる単語が多ければ、うん、多分結びつくんで、うん、聞き取れるようになるんだと思います。街でも多くない？すれ違うでしょ、外国の人と、はいはい、あ、こういうこと喋ってんなってのが前より分かる気がする。マジっすか、すげえっすね、うん、はい、それはすごいですね。気がするだよ、はい、うん、いやー、僕そのオーストラリアに旅行に行った時、何年も前ですけど、うん、もうまあ
手上げというか、まあ、当然向こうももうその観光地なんで、うん、日本人が来たら分かるわけですけど、うん、だからこう単語で喋ってくれるんですけど、うん、もうかなり集中して聞いた感じですよね。喋れないし結局お店とかでも分かるでしょ。飲食店とか入ったら、はい、でなんとなくなんとなくというか、うん、もうお互いが協力し合えば分かります、はい、身振り手振りでも、はい、伝わるよ。全然そのそこ旅行を楽しむということにおいては全然いけるんですけど、うん、でもまあ聞き取れないし喋れねえなっていう、うん、受験英語だったら方法解けるんですけど、うん、いざそのリアルタイム の, そのコミュニケーションになると、うん、途端に文章出てこないなみたいな。日本人ぐらいっていうよね、英語なんかちゃんとできないの、はい、そうですね、はい、日本人だけ母音が少ないんですよ、うん、あいうえおしかないんですよ。そのなるほど、ね、中国語はいっぱいあるんですよ、母音が、うん、だから英語になっても対応できるというか、うん、なるほど、母音の概念がある程度この本当のベースのベースのところで、うん、あの養われてるんで、うん、日本語だけ5音しかない。それ少ないね、はい、めちゃくちゃ少なくって、結局そのアメリカ、うん、その英語のニュアンスとかが聞き取れなくなっちゃう。それ DJ 社長が言ってたらなあ。あ、そうなんですか、うん、レペゼン。あー、なるほどね、はい、そうか。それもだからやっぱり幼少期からの教育がキーになってくるわけですよ、うんうん、15ぐらいあるんでしょ英語だと。あー、はい、母音が。そうですね、あいうえおにプラスってこと。プラスで、あいうえおにプラス、あいうえおは多分あります。で、あとえの間、あとか。なるほどね、はい、そのいっぱい細かいのがあって、うん、もう理解不能ですよね。なるほど、我々からしたらあ、何それみたいな。うーん、あって言っちゃう。そうか、森健あんまなんだ。そうですね、そのなんかさっき言いましたけど、字幕映画見てて、うん、日本語の文章を見た後に、あ、そうやって言ってたのかで頭の中で考えて、 あ、聞き取れたはあります、うん、その瞬間聞き取れなくても、あ、その音だけ覚えておいて、うん、日本語見たら、あ、こういうこの文章だったんだなっていうのを、うん、あと数秒後に答え合わせみたいなのはやります、うん、だ文章の意味が分かってないとできないってことですね。そのあとよく街中で聞くのはこれ、うん、まあ、放送じゃ言えないですかね、その放送禁止 の, あの F から始まるやつあるじゃないですか、はい、あれをよく使いますよね。あ、すげえ街中 で, 街中でその多分日常普通なんでしょうね、多分クソめんどくせえのクソとかそのレベルの多分使うんで。なるほどね、はい、かなり言うなみたいな。スラングなのか何だか分かんないですけど、うん、多分めっちゃぐらいの感覚で使うから、日本語で言うところのめちゃくちゃこの人ブチ切れてるのかなと思ったらそうでもないっていう。あ、はい、なるほどね、はい、かしこした、はい、ラストいっとく。ラストあと1分半なんですけど、いってみようか。はい、うん、どうします、これでいこうか。はい、制服って良いですか。あ、はい、さっき書いたやつです、はい、制服って何、そのよくナース服がいいとか、ああ CA さんの制服がいいとか、うん、警官のコスプレがどうとかって、うん、エロい方、エロい方です、これエロい方です、うん、で、僕それがなんか学生時代みんなそうやって周り言うから、うん、なんとなく合わせたんですけど、うん、全くいいと思ったことなくて、うん、そういう、でも制服萌えみたいなのってあるんですかっていう、皆さんはっていう。でも俺ね、これ制服と違うかもしれないけど、はい、なんかバイクをかっこよく乗ってる女子って俺好きだなって思う。ああ、そうですか、うん、自分の趣味と近いとかそういうところも含めてなんですかね。分かんないけど、なんか男臭いものをさらっとやる女性がいいってことなんですかね。なのかな、うん、ああでもそれちょっと通じる、うん、通じるのか。無権は僕だからそういうのが全くなくて、うん、まあ、強いて言うなら、うん、なんか昔ですけど山ガールみたいな格好が好きなんで、うん、制服とかじゃなくて、あ、ね、ゆったりしたというか、はい、うん、だから制服がマジで、うん、なんでみんなあんなにいいっていうのがよく分かんないんですよ。なるほど、
かしかした、はい、というそういう最後は森健の山ガールという番組を締めます。また来週です。どうもバイバイ。